帰ってきた。おはよう。なんだったんだろう。ちょっとね、もしかしたらね、やっぱりまだ全然アイテムが足りてない可能性があるので、ちょっと違う扉に入ろうと思います。ちょっとね、砂漠の方やめてなもんで、ここらにしよっか。あ、いいね。これ見たことない場所だね。これ行ってみましょう。ん？ここは？あ、なんか落ちてんじゃん。早速。これは何ですか？10円玉？あれ、さっきも拾ったよな。あなたは何ですか？持ち物、何？ 10 円玉あげる。ここってあれか、なんか、さっきさ、なんか右端にさ、なんかいろいろとさ、あげたけど、全部いらねえって言ってた。あいつがいる世界かな、ここは。何かいるのありますか？なんだろう、多分全部違うだろうね。まあいい、行きましょう。2D アクションになった。いいですね。ここにあるのが、これが設定資料か。あ、10円玉。10円玉やったら落ちてる。こういう時こそこれ使うんじゃないか。ほら、なもなーし。自販機がある。所持金が30円、全然買えないじゃん。10円玉発見。これで40円か。じゃあ100円まで集めなきゃいけない。おっと、やべ、ちょっと待て。前から何か来てる、何か来てる。うおー抱きつかれちって。あいつ回避しながらどんどん進んでいかなきゃダメっぽいな。はいよ。ねえ、嘘だー。あいつ攻撃できないのかな。そうだよ、こっちは包丁あるんだ。行くぜ。絶対ダメだろうね。絶対効かねえ。これで効くんだったら何でも倒せちゃうよ。絶対効かないから回避しよう。あ、気づいてない今は。あー、気づいた。よしよ、一回こっち行って。うわ、来てんのかよ、来てんのかよ、こっちまで来んのかよ。ここで巻くか。ここで巻くしかないっぽいな。うん、ここで巻いて走って逃げ切れるかな。普通にやっても突っ込んでも、絶対無理だもんね。いや、あいつ速くねえか、足。あいつ足速くねえ。はっ、よいしょ。やべ、よし。ここにいればセーフっぽいな。危ねえ、怖え。あっちが行ってくんない？あいつもしかして登れないのか？あ、やったー、負けた。あー、いいね。なるほど。よいしょー、落ちんなよ。よし。待てよ。あいつがいた場所。なんかあんじゃないっすか。10円か？ 10 円ゲット。これであれか、お金をどんどん集めてジュースを買うんだな。それであそこの釣りやってた人にあげればいいんじゃないか。あー、待って、またいる。これはどうすりゃいいんだ。どうなってんだこれっていうか。ジャンプ。これ上、あ、こっちから登って、これを、よいしょ。あ、そういうことか。オッケー。これを下ろして、グイッと。よし。追いかけてきてる。けど、あいつ足速いな。あ、やべ！もう、ここか。で、あいつ、
ギリギリまでこっちに話したいね。あそこにもあんじゃん、10円下に。だから一回こいつやっぱ巻かなきゃダメか。よし、スタート。行ってジャンプする。ジャンプする。ジャンプする。ここにいれば安全。よーし。これ倒すと？あ、落ちる。そういうことね。はい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 。で、もう一匹上にいたから、あいつも倒そう。ね。こっち行って、いるね。まあいいや。とりあえずこれで10円、さらにゲットして。オッケーオッケーオッケー。さあ、今度あいつを追い詰める番だ。上に、ちょっとジャンプして、こっちいるよーってアピールして、降りてきて、あ、あいつ降りれるよね。降りてきて、もう一回さっきのやつみたいに落とし穴はめればオッケーじゃね？ふっ。おい。よし、来た、オッケー。来て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 、はい、はい来て、はい来て、はい来て、ジャンプからのさよならオッケー、完璧完璧、マジで。あーてか完璧じゃねえ、落ちた。でこっち側行って、ここに10円がある。これでいくらだろう。これで100円集まったかな。これ落として、おい、これで向こう側行けるのか。オッケー、完璧。ジャンプ、ジャンプ。でこれで10円ゲット。よし。これで今いくらかちょっとわかんないけど。来ましたね、ここに。なるほど。いや、待てよ。ああ、いいのか。ちょっとよくわかんないけど。とりあえず自販機の場所にちょっと一回戻ります。あー戻りたいのに落ちる。よし、自販機まで来ました。所持金は100円、来た。これが欲しいです。は？輸血バッグ？輸血バッグ？やべえ、忘れてた、いたわこいつ。多分釣り人に渡すんだと思うんだけどな。よいしょ。はい、するー。オッケー。輸血バッグなんている？こいつ。どっちかつったらさっきのね、端っこにいた、ちょっとでかいやつ。ちょっと待って、何してんの君。輸血バッグで何釣ってんの？釣り餌にしたってことか。どういうこと？悲しみの魚。悲しみの魚をゲットした。はい、って感じだね。悲しみの魚か。さあ、来たぜ。来た。ああ、いけた。魚を食べて、お腹いっぱいになった？おー、どっか行った。アイテムが落ちてんね。設定資料、なるほど。お、あー、で次のステージか。なるほどね、オッケーですね。だからあそこはあれか、何やっても。どういうことだよ飛んだんだが、どういうこと、何があったの。あのサーチライト的なやつ、あの辺のライトに当たるとダメってこと？どういうこと？うん、なるほど。この岩陰とかに隠れながら
うまいこと逃げてこうみたいな、そういう感じかな。いやこれ絶対間に合わねえな。今急いでダッシュ、登るの遅いよ。よし、ここセーフ。あ、セーフだ。これは下ろしてる時間はない。降りて、よし、これを下ろさなきゃいけないんだよね多分ね。間に合え。飛び方ここで、はい、回避からの押して、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 降りて、降りて、セーフ。よし、これをこっちに持ってって、待ってね。よし、落としちゃえ。よし、 OK、 ダッシュ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 、素早さ。よっしゃ、セーフ。次はこの壁を、ちょっと待って、道ないんですけど、水の中に入る感じ。あ、ここでいいな。ここ岩あるね。よし、あ、そうだ、忘れたな、こいつ水の中でどうせんだ、やば。お、大丈夫じゃん。セーフ、急いで。どこ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 、なになに。よし、橋っぽいとこ抜けって。誰かいる、え、誰かいる、やばそう。来るよ、やばいの来るよきっと。 BGM なくなったしね、さっきから同じ人がずっといるな。いきなりドゥンってくるかもしれない、気をつけて。やだ、怖いよ、ちょっと怖いよ。長いな相変わらずこういう道。おっと、なんかアイテム、俺は今見逃さなかったぞ。焦って資料ゲット、よかった、気をつけてね。来るよ、なんだなんだ、最後はどんなオチが待ってるんだ。いや怖いぞ。ん、もうすでにやばそう。あれは不参加、触ることはできないっぽいね。季節が変わった。いや長いなこの道のりが、道のりが長いぞ。どこまで行くんだ。あ、家っぽいとこに、家に入りました。おや、何、おこ、いやコントローラーうるさいな。おっと、また新しいところに来てしまった。どうしようかな、もうね結構時間、いい時間だしね。じゃちょっと、ここで一回やめましょう。うん、で、これの続きはまた次回のパートでやっていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。それではまた次回の夢でお会いしましょう。龍拳でした、グッバイ。